人、物、金をテキサスへ。CCIM のルークです。今、世界を襲う熱波が広がって、干ばつや水害などの異常気象が増えています。世界の平均気温は過去最高を更新し、南米、ペルー沖の海の温度が上がるエルニーニョ現象で、 今年の夏は気温がさらに高まる可能性があります。専門家は、エルニーニョによる経済損失は、2029年までに最大3兆ドル、日本円で約420兆円に上ると見積もりを出しています。世界気象機関は、7月10日、今月7日、またらまたの日に記録した、 世界平均気温は十七度十七点二四度で、過去最高だった二千十六年八月十六日の十六点九四九十四九四度を上回ったと発表しました。また先月は観測史上最も暑い六月となり、七月の第一週も最も暑い一週間となったとみられると明らかにしました。 世界の平均気温は長期的に上昇傾向にあります。2020年の平均気温は、1850年から1900年の平均気温に比べると1.1度高かったです。ヨーロッパでは、2012年から2021年の間に、陸地の平均気温が1.9度も上がりました。 ヨーロッパの研究チームは2022年5月末からの3か月ほどで6万千人以上が熱波関連で亡くなったとみ見ています人類による温暖化ガスの排出増などですでに気温が上昇している中で今年は4年ぶりの発生となるエルニーニョ現象で さらに温度を高める可能性があります大雨や干ばつが起これば農業や漁業を中心に世界中で被害が生じその影響は数年後まで続きます気温が上昇すれば大気中の水蒸気が増え大雨のリスクも高まるとみられています日本の 気象庁・気象研究所によると国内で7月に降った3時間雨量が130ミリ以上の豪雨は1976年から20年までの45年間で約3.8倍に増えたとしています高温や乾燥した気候によりカナダでは毎年のように森林火災が発生しています 今年の春には、カナダ東部で大規模な森林火災が発生し、その煙はアメリカ北部から中西部にも広がりました。6月には森林火災の煙が大西洋を越えてスペインにまで達しました。カナダは気候変動の影響で、世界平均の2倍ほどのスピードで温暖化が進んでいます。 そしてまたスペイン南部では6月下旬に最高気温が44度に達しました干ばつで貯水池の水量は平均で容量の30%しか残っていないということですメキシコ北西部では6月末に49度を記録しました 6月に異常な暑さが原因で死亡した市民が10 104名に上りました。私のいるテキサスでも厳しい熱波で死者が相次いでいます。他、中国やインド各地も猛暑や熱波に見舞われています。アメリカでは、保険の引き受けを停止する保険会社、 も相次いいで出てきてきます大手保険会社ステートファームは今年に入りカリフォルニア州で森林火災などが発生し災害リスクが増えているということを理由にカリフォルニア州での住宅所有者保険の受付をやめました。2022年ののの世界の自然災害の請求額は 2,700億ドル、まあ日本円でおよそ38兆円に膨れ上がったということです。2021年、イギリスで開かれた第26回国連気候変動枠組み条約締結国会議、まあいわゆる COP26、まあ、COP26 ですね、まあ、これで世界平均気温の上昇を、 産業革命に比べて1.5度以内に抑えるとしたグラスゴー気候合意の長期目標と比べると今の現状はほど遠いです。国連によると各国の温暖化ガスの削減目標を合わせても2度以上上昇するという見積もりが出ています。各国はさらに厳しい 具体的な対応を迫られています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。